スノーマン・メグロレン佐野隼人、初共演シーン解雇、なかなかない状況、共通点も明かす、トリリオンゲーム。モデルプレス2023-0509、スノーマンのメグロレンと俳優の佐野隼人が9日、TBS 公式 YouTube チャンネルで限定配信されている SP インタビュー動画に出演。7月期の TBS 系金曜ドラマ、トリリオンゲーム、毎週金曜夜10時からで共演する2人が撮影を振り返った。 メグロレン、レンドラ単独初主演、トリリオンゲーム原作は、ビッグコミックスペリオール、小学館で好評連載中の原作稲垣り一郎、作画池上良一の同名漫画。現在6巻まで刊行され、漫画大賞2022のノミネート作品にも選ばれた人気作品。主人公である世界一のわがまま男の春、メグロと、真面目で不器用なエンジニアの学、佐野という正反対の二人が、 ゼロから起業し型破りな方法で1兆ドルトリリオンダラーを稼いでこの世の全てを手に入れようとなり上がる前代未聞のノンストップエンターテインメントだ。